今日もね、またね、にっこりの、まあ、一番そのうちでぬいぐるみをやって、でまあバズった商品というか、まあこれをきっかけにやっぱニッコリのっていうタイトルまで行ったっていう商品がリニューアルしましたと。あ、なるほどなるほど。そう、今回ニューのお弁当ぬいぐるみ、あ、お弁当のぬいぐるみをリニューアルしようと。そうなんだよ。なるほど。やっぱ売れるんだよね。売れるんだよね。そう、売れるんだよ。前、まあ、これね、一番最初顔をね、実はね、うちニッコリのじゃなかったんだよ。あ、全然ニッコリじゃないですね。そう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 。これはこれ可愛いよね。可愛い可愛い。いやでもこれ本当売れますからね。本当に言い方がね、うさんくさいよ。その言い方。いやいや、うん、昔ねデタベースで売った時もこれすごい人気だった。ね、ったね、そうそう、でそれを今回ニッコリのほら顔になってる。あ。ほら、可愛くない、やっぱり。いや、しかもなんか生地も変わっていいじゃないですか。生地も変わってる。あ、つるんとしてね。ね、ほら、全然違うよ。だいぶ可愛くなりましたね。そうそうそう。なんか、最先端になった感じ。そうっすね。わかる？まあでも2年ぐらい前ですもんね、これ。そう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 。やっぱさ、アニメとかでもさ、昔のポケモンのさ、ピカチュウとかさ、サトシとかいるじゃん。あれも今と昔違うんだよね、アニメって。確かに、もっとね、ネズミっぽいっすもんね。そうそうそう。結構ね、アニメもだんだんさ、現代にアレンジされて、はい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 、そうそう、リニューアルしていく中で、はいはい、まあ今回もちょっとね、あの、ニッコリーノに合わせようと思って、ほら、これだいぶ違うよね。別の商品って言っても全然過言じゃない。けどさ、これだけ見たらさ、意外と、ああ、なんかお弁当のぬいぐるみってなんない？なるなるなる。なるでしょ？なるなる。そうそう。人間の中の脳ってすごいね。なんとなく、ね、そう、横に合わせると意外と。いや、確かにな。これ面白いな。そうそうそう。あれ、キングダム？あ、キングダムね。キングダムなんて一番最初と最近全然こっちが分かんない。あ、途中で書いてる人が変わったんじゃないかぐらい違うよね。漫画そういうもんですもん ね大体 あれ全然違うよ。いやもう全ての漫画そうですよね。本当違う。やっぱね、月日が流れるとね、新しくなっていくんですよ。そうですよ。ということで今回うちの商品も新しくなったということで、あ、素晴らしいですね。そうそうそう、いいですよ。これは卵もね、いい感じだし、やっぱ可愛いね、顔つくとね。本当キャラクターっぽく見えますよね。そうだよね。本当やっぱ何、タコさん可愛いな。タコさんはね、だいぶ進化しましたから ねこっちの、まあ言ってしまうなんか宇宙人っぽいですもんね。そうだね、うん、やっぱうちで最近タコさんウィナー、タコさんウィナーね、あれもなんか反応よくてさ。あ、本当ですか。そう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 、ウィナーって言ってましたもんね。ウィナー、そうそう。ああいう企画好きなんだよね。ちょっとくだらないけどダジャレね。うん、ダジャレ、うんうん、あと最近躍動感のプリンとかね、躍動感があるだけの、あるだけのプリン。ああ、そうですね。あれもいいみたいで、あれもね、いや、ありがたいね、お客さん買ってくれてね。嬉しいですよ。で、ちらっても見えてるけど、はい、今回、まあ、ニッコリのお弁当のぬいぐるみをリニューアルと同時にお弁当コレクションとしてね、お弁当コレクション、またこういう感じでお弁当のイラストを使って、これ要はあれですか、お弁当で使えるよってこと。そうそう、お弁当使える、そういうことですよね、うん、イラストうまく使ってね、こういった巾着とか。かわいい、かわいい、かわいいよね、色使いが。これお安いですよ。そうそう、でここでとかだとほんとおにぎりね、お弁当ほらこんなにでかいから。でかっ。これ何センチでしょう。40センチ。あー、惜しい。45センチ。いや、すげえな。よかった、下でよかった。結構でかくない？だって普通にお弁当箱さ、全然いけるよ、ほら。あ、これね、ほら、うわ、すごい、すごい、すごい、これ超でかい、ほら超でかい。ほんといいですね。ね、いいね。しかもこれがなんとね、おにぎり、ね、300円ですよ。300円だよ。安くない？ね、安いよ。へえー、これおにぎりね、はい、ボンゴ3つか4つぐらい結んで。いや、ボンゴだいぶでかいからね。でっかいでっかい。あれさ、すごい、ボンゴさ、前食べた時さ、はい、俺多分1個でお腹いっぱいになる。あ、1個と汁物ね。味噌汁、汁物あるでしょ、はいはい、隣の女性3個食べてたよ。あれすごいなと思って。いや、お腹空いてたんでしょ。いやいやいや、そう、いや、まあ、確かにいろいろさ、具があるからさ、食べたくなるのは分かるけどさ、はいはい、いや、すごいよね。めっちゃ大きいのにさ、3つ食べてたよ。2個ほんと限界っすよね。2個限界。いや、その多分ボンゴ3つでも入ると思うよ、これ。入るね、これは、ね、で、それが、ね、おにぎりのマークで、これがタコさんね。これ過去一でかいね。ね、これだとおにぎりがいいな。おにぎりがいい。いや、タコさんの方が可愛いじゃん。やっぱおにぎりだよね、俺は。黒いからね。そうそうそう。おにぎり黒いからね、うんって言っちゃったし。で、これ巾着もいっぱい入るよ、これね。ほら、巾着かわいいな。巾着いい ねなんかさ、これさ、うん、普通にさ、部屋とかにさ、匂いのやつとか入れてさ、置いといてもなんか良さそうだよ ね。確かにね、おトイレとかね。そう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 。本当に、しかも安い、これ本当安いよ。ちゃんとしてるしね。そう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 、かわいいし、うん、ちゃんとね、商品も入るし。これね、ほんとなんかあのおしゃれな雑貨屋さんにほんと売ってますよね。ね、売ってそうだよね、マジね。うん、いっぱい入るね、こんな感じね。あ、すごい、うん、あ、ガチャ入れてね。ガチャ入れて。あ、なるほどなるほど、うん、お安いよ、これ。安いよね。お安い、これ。ほんとなんかこういううちのぬいぐるみ
の素材を今回イラストに起こして、でそれをまあいろんな展開、まあ、今回シャカシャカやって、うん、お出かけコレクションやって、はいはい、2つか2つじゃないですか、ね、そうだね、うん、まあ両方で、ね、用途が違うからね、うん、そうですね、うん、まあどっちもね可愛いでござるよ、そうだね、うん、で新しい方のぬいぐるみが全6種の400円で、お出かけコレクションの方が全6種の300円で展開する予定、これも3月だね、はい3月です、3月ばっかじゃね、そうです、3月はチャラ社長の誕生日だから、はい、俺に言わせて俺に言わせて俺が言わないと、いやもうね、うん、言いたい顔が見えてたから、そうだね、言おうと思ったらさ言わないでよ、うん、だからね、そうチャラ社長のタイミングでたくさんね商品作ってるんでね、チャラ社長のタイミングで、あぜひねチェックしてみてください。今日紹介させてもらったニッコリーノのお弁当のぬいぐるみニューバージョンと、おでお弁当のお弁当コレクションでした。カミカミでした。さようなら。